鳩山総理大臣は明日の沖縄入りを前に北沢防衛大臣らと普天間問題の今後の進め方などについて協議しました。あと1ヶ月ということですから、多分まあ真剣に、5月末を目指して努力してきた思いを語られると思いますよ。会談は平野官房長官も入っておよそ1時間半行われ、鳩山総理が明日沖縄にどのように説明するかなど話し合ったものとみられます。